というわけで、今夜もこんばんは。今夜もですね、崩壊スターレイルさんのお時間です。さ、早速やってまいりましょう。いきますよ、えい！というわけで、今夜もご覧になっていただきまして、マジ。あざます。あざます。ねえ、いや、今夜もですね、マイペースな時間を一緒に過ごしてまいりましょう。いや、特にですね、最近は、もう、昼間がね、激烈に暑くてですね、まあ、夜になるとですね、ちょっと和らぐんですけれども、なんだろうね、和らいで暑さというか、気温の中、ゆったり過ごしたいっすね。ですね、前回までのあらすじという感じなんですけれども、崩壊スターレール名物ホテルでね、いろいろありましてね。崩壊スターレールさんはですね、どっかに泊まると何かね、一つあるっぽいんですけども、今回はね、お客様アンケートでしたね。そんなにアンケートを書いていましたら、ちょっとね、眠れなくなってしまいまして、アンケートを書くとたぎるってすげえな。そうですね、ちょっとね、夜のお散歩に来てみた感じなんですけれども、いやー、なんすかね、ホテル自体にも何かあるんですけど、泊まっている時っていうかね、泊まった後にも何かあるんすね。いやー、なんかホテルの熱いゲームっすよね。まあ、どこに行くんだろうね、これ。またホテルに戻るのかな。とりあえずですね、ホテルの普通のお部屋に戻っておりました。いやー、なんかお散歩じゃなくて、バルコニーかなんかに行ってる感じなんですかね。いや、行ってみましょう。そこにいるのは誰？あ、そうや、ブローニャさんに見張りを頼んでましたね。私です。なんだ、あなただったの。次は後ろから近づかないで。私が武器を持ってたら怪我を負わせていた。逆に武器持ってないの？あなたも眠れないの？またあの声が聞こえる。不気味な夢。あの係屋様のおなじみのやつですね。僕のことを考えると胸がザワザワする。いやー、私もこう人生の今後を考えるとね、ザワザワしてきますけれどもね。なので考えないようにします。8時間以上働かないと眠れない。いやー、そんなことないと思うんだけどな。なんだろうね、働いていらっしゃる方はお分かりになっていただけると思うんですけど、逆かもしんないっすよね。こう12時間とか13時間4時間とかってやってると逆に寝れないもんね。今回はですね、ゲーム内の正解的な選択肢を選んでみましょう。一番上、あの声が聞こえるんだ。その気持ち、わかる気がする。考えるべきことが多すぎて、その不安が悪夢になって現れているんだと思う。あ、性格かアイオンかなんかが見せてる気もするんですけどね。今は誰もいないし、この機会に一つ聞いてもいい？なんだ、ブローニャさん、なんかあんまりお話ししたことないけど、めっちゃ仲いい感じになってるよね。もし性格を見つけることができたら、確実に寒波を止められるの？まあ、列車組の皆さんのお話だとそうらしいですけども、確実に止められる。ドン。そんなに自信あるんだ。逆に不安になってきた。子供が雪だるまを作るみたいに簡単なことじゃないと思うけど。いや、まずその正確な場所が分かんないから、それ簡単じゃないですよね。本当はあなたたちの言葉をそう簡単に信じられそうにないの。ベロブルグで生きる人にとってあまりにも想像ができない話だったから。まあ、確かにそうだよね。こう長年、なんだろうね、この星って凍土に覆われてるんじゃないと思ってたら、いや、性格ってやつのせいなんですよね。それなんとかしたら治りますよみたいなこと言われても信じらんないよね。係屋様の命令こそ、つまりあなたたちを捕らえろという命令こそが私にとって合理的なものだった。でも係屋様は最初そういった命令を下していなかったのも事実。そう思うと、なんで心変わりにしたんだろうねって話なんですよね。きっとあなたたちの中に何かを見てしまったんだと思う。私には見えていない何かを。このことが私を悩ませている。いや、ブローニャさん意外と直感力あるんすね。何があったのかはわからないし、急に態度を変えた理由も不明。でも命令は命令、軍人は命令を疑ってはいけない。いやー、ブローニャさんは軍人の鑑みっすね。もうね、漫画とかアニメだと従わない方もね、いらっしゃるんですけども、いやー、実際そんなことをするとですね、仲間の皆さんが気になったりしますんで、本当にやっちゃいけないと思うんですよね。ブローニャの立場では仕方ない。盲目的に命令に従うのは愚者のやることだ。いやー、私がなんかこう、10代とかだったら下の選択肢選ぶんですけど、上っすね。ブローニャさんの立場では仕方ないっすよ。仕方ないっすよ。弁解の余地をくれるんだ、ありがとう。でも私自身も何度か疑ったことがあるの。最終的にいつも責任感の方が勝ってしまうんだけどね。でもこういうのって何がね、後でこう問題が表面化してくると、なんでそれ止めなかったんだみたいなね、感じになったりするもんっすよね。ですね、インターネットで最近ね、そういうの見かけますけれども、いやー、なんだろうね、それもなんかこう難しい感じもあると思うんすよね。これまで上層部の兵士たちが前線で何人も命を落としてきた。
それでも烈海の広がりは一向に止まらない。まあ性格を何とかしないとなくならないですからね。カカリア様は全てのシルバーメインを前線に移動させた。上と下を往来する道を封鎖し、供給と地髄の交換を行う道だけを残した。そして私もその決定を受け入れた。あ、そうなるとカカリア様ってなんでそんな自利になるようなことをやってるんですかね。まさかシルバーメインを失った下層部がこれほどまでに苛烈な環境になるなんて。お母様の判断は間違っていたのかもしれない。いやー、どうなんだろうね。裏に思惑がない前提でいけば土砂選択をねしなきゃいけない場面って絶対出てくると思うんで、難しい選択っすよね。まあでも多分裏あるんだろうね。でも私ではあの方の考えを変えることができないの。過去に進言もしたけど聞き入れてもらえなかった。もうどうしたらいいのか私にはわからない。なんかそんなにブローニャさんの話を聞かないのに娘いなくなったみたいな感じになってんの。いや、どういうこと。私たちが力になる。私と一緒に守護者様を説得する気。でもお母様はそう簡単に考えを変える方じゃない。それは私が誰よりも知っている。まあずっと言ってきたんでしょうからね。考えれば考えるほど迷走してしまう。進むべき道が分からなくなるの。私はただベロブルグの民に良い暮らしを送らせてあげたいだけなのに。いや、しかしこれってさ、ゲームの話だけど実際のこう世界っていうかにもこういうのってあるよね。いや、それおかしくないって言ってもあんたはこの通りやればいいのっていう、そんな感じないっすか。こういうのってね、どうかなって思うんですけど、やっぱりこう違ったんじゃないかなって、思うのってやっぱりお家を出てからになったりするんすよね。いや、でも出てからじゃ遅い気もするんだよなって考えると、これは難しい問題っすよね。この世界はブローニャが思ってるよりも複雑だから、互いに助け合えば天気が訪れるかもしれない。一人では世界の終末は止められない。やっぱ助け合うしかないですよね。まあこう現実世界で言ったらなかなかね、助ける助けられるって難しいんですけども、こう違う視点からの意見を聞くっていうのもね、また違う道が開けてまいりますんで、もしですねこの動画見てる方で、ね、悩んでいらっしゃる方がいらっしゃったら、こう外からね見た意見っていうのもちょっと聞いてみるのもいいかもしれないですよ。助け合えば天気が訪れるかもしれない。あなたの言う通りかもしれない。私ももう少し考えてみる。曇りの焼き眼で見定めるがいいさ。ねえ、散歩に付き合ってくれる？下層部を歩いてみたいの。今はしばらくこの悩みを忘れたい。いや、ちょっと待って、ブローニャさん、ちょっと着替えてから行った方がいいんじゃない？着替えてから行った方がよくない？ブローニャさん、こうやって歩くのはいつぶりだろう。まさか知り合って間もない人と慣れない街を歩くことになるなんて。いや、私もそう思うよ。ここは静かすぎて少し落ち着かない。周りが静かだと頭の中の騒音が大きくなる。いやー、リアルでも寝れないことになるよね。罪のない採掘者たちを襲ったのもきっとやむを得ず仕方のないことだったんだと思う。ただ理由はどうあれ悪事に手を染めたことは事実。こんな複雑に絡み合った状況の中で秩序を守る者はどう公正と条理の天秤を守れば。手持ちの物資はどれくらい持ちそう？てか、ブローニャさんめっちゃ喋るね。ゼーレの声。ドゥクダイ・ゼーレスさん、すぐ近くにいた。わかった、リベットタウンまで行って物資を。ナターシャさんじゃない？ナターシャさん仲間になってほしいな。でも一人じゃ危ないわ。オレグに行って誰か人をよこしてもらったら。話は聞いていたぜ。その役目俺たちが買ったぜ。おじさんたちだって何日も寝てないんだし休ませてあげないと。それに無理してついてこられても足手まといになる。てか、ゼーレさんの服ってこれどうやって着るんだろうね。あんたも言ったでしょ、ひどい怪我を負った興奮がいるって。今は一刻を争う事態だから。いや、毎日この服を着るって大変じゃない？話は聞いていたぜ。どうやら俺たちの出番のようだな。何かあったの？私たちちょうどいいところに来たみたい。なんで休んでないの？てかこんな時間に何してんのよ。ちょっと夜風に当たりたくて。まさかやましいことでも企んでるんじゃないでしょうね。
ゼーレさんは疑いすぎじゃない？眠れないから散歩していただけ。証拠もないのに決めつけるのはやめてくれる？あとブローニャさんパンツ履いてなくない？あっそ。じゃああっちに行って。待ってゼーレ、この人たちなら君の力になってくれるかもしれない。ナターシャさんめっちゃ話がわかるんだよな。ナターシャさんマジ大好き。ナターシャの頼みなら喜んで、口の悪い子には手を貸さない。任せて、何でも手を貸すのがポリシーだから。いや、ナターシャさんの頼みなら喜んで。ありがとう。治療してもらったのもありますからね。実は前の航空事件で負傷者がたくさん出てしまったの。それで診療所は常に満員状態。君たちが騒ぎを収めた後から私とゼーレは負傷者の治療にかかりっきりなのよ。じゃあ寝てないんじゃない？寝た方がよくない？君たちも知っての通り、地下の資源は豊富じゃない。そして診療所の医療物資も残りわずかだから、どこかで調達しないといけないの。でも地下にはないっすよね。散歩連れてこようか。まだあいつのことが分かってないの？重要なことほどあいつを頼っちゃダメ。なんて言い方するんですか、ゼイさん。そんなことありませんよ。コークに流浪者が増えたのも劣界が地下にまで広がったのが原因よ。あちこちうろついてるモンスターどものせいで、どの町も被害を受けてる。ああ、でも他にも町があるんだね。生きるために必要な設備も劣界に飲まれてしまった。その中から何かを取り出そうとすれば命を落とす危険だってあるんだから。いやー、でも意外と入ったら別のとこに繋がってるだけっぽかったっすけどね。興奮しすぎよゼーレ、体に良くないわ。ナターシャさんはいつも気遣いなさってる方なんですね。いや、こういう方がね、こう大丈夫じゃないパターンって結構あるんですよね。気遣ってあげようね。私もゼーレもこの町で育ったわけじゃないの。北にある工業の町から来たのよ。今は町の中心部がほぼ劣化に侵食されているわ。いやー、それはすごいことになってますね。ていうか、ナターシャさんもパンツ履いてなくない？もともとはそこで孤児院兼診療所をやっていたんだけど、侵食が発生して仕方なくこのボルダータウンにやってきたってわけ。より多くの人を治療するには自分が生きていなきゃいけないでしょ。まあ、そりゃそうだね。つまり侵食された町から使えそうな物資を集めればいいってこと？それなら私にも手伝わせて。私たちも力になりたい。どうする？私はブロニアについていくけど。理解が早い、理解が早い。あなたも一緒に来るの？疲れてるみたいだけど。電気いっぱいだぜ。待ちなさいよ、許可した覚えはないわ。人命に関わることなら人手が大いに越したことはないと思うけど、私も劣界には入ったことがあるし、きっと役に立つと思う。私も一回入りました。ふん、じゃあ足手まといにならないでよ。まあ、背に腹は変えられないっすよゼーレさん。ゼーレは拒んでいないわ。君たちの動向を認めたようね。大勢で行ってくれるのなら私も安心できる。てか、ゼーレさんはあれかい、ツンデレってやつかい？じゃあ必要な物資をリストアップしてあげるから待ってて。オッケー、ナターシャさん任せて。先はリベットタウンよ。北の参道に沿って行けばすぐ見えてくるわ。まずはそうね、骨を固定する鋼板と包帯が切れそうなの。鋼板その辺ありそうだけどな。リベットタウンの中心部に市場があるんだけど、住民たちが避難するときまだ品物が積んであったわ。そこを探してみるといいわね。いやー、劣界がさらに広がってなきゃいいですけどね。次は医療用アルコール。これは孤児院にたくさんあるわ。子供たちがしょっちゅう喧嘩してたからね。避難するときにそのままにしてきたから探してみて。ただ期限が切れてないといいけど。いや、この際切れてても使うしかないよね。最後は鎮痛剤、古い実験室に在庫があるはずよ。懸念点はモンスターに破壊されていないかどうかね。それはボスかなんかのフラグじゃない？これらがあればひとまず十分だわ。ただくれぐれも気をつけて、無理はしないように。余裕だぜ。鋼板と包帯、医療用アルコールに鎮痛剤ね。覚えたわ。まあ医療っぽいの拾ってくれば OK っすよね。夕方までには帰って来られるようにしましょう。怪我人たちの治療が終わればやっと私も患者たちの悲鳴地獄から解放されるわ。いや、ゼイリさんも早く終わらせたかったんですね。
私たちがここに来てなかったら本当に一人で列界に入るつもりだったの？そうだけど。何よ大げさね。とっくに慣れてるから平気よ。あまりに無謀。シルバーメインの軍機では列界の調査は4人1組で行うことになってる。その上専門の通信官を同行させる必要もある。いや地下にそういうのなくない？はあ、何言ってるの？今あんたも言ったじゃない、それはシルバーメインの軍機なんでしょ。それを私に押し付けないでちょうだい。地下は物資も人でも不足しそうっすもんね。そう、とりあえずですね、医療物資を取りに行きたいんですけども、今回もねいい感じの時間取っておりますんで、ここでね一区切りとさせていただきたいと思います。ほんとね、最近ねいよいよ夏真っ盛りって感じになってきましたんで、水分を取ってできるだけ涼しくするんだぞ。それではお相手はあなたの夜のお友達、私でした。いい感じ。それではまた次の夜に